さあというわけでラストは日本一だからしっかりと盛り上げたいと思いますけれども、はい、今日はねあのわちゃちゃの前に出張ってためるまるさんの主催ライブということで、はい、ねめるまるの主催のね永瀬さんいつもお世話になってます、ありがとうございます。わちゃちゃを取りにしていただけるのは本当にありがたいですよ。もう今日のこの25分は永瀬さんのために歌う。来てくださってんのに永瀬が忘れられない夜にしたのに、あんた運営とできてるやつ、よその運営一番ピアノやつ、この見た目で永瀬さんとできてます。おいおいおい、まあ、でも今日さ月曜日から来てくださってるやん皆さん、あのわちゃちゃがここの現場入った時ちょうどあのそもそもさんやったんです、はいはい、で後ろ通ってた時ねすごいもうつい来てはるやん、そうそうな、でお宅の皆さんもダイナファイヤー言うてちょっとね盛り上がったから後ろから見てたんやけど、はいはい、なんかこう週の初めや、うん、そうなんですよ、いけみんや言うて自分の顔鏡で見たことありますか、そうなんやな、ほんまみんなの俺のケイコ、ケイコはみんなのやもうなんかあれ聞いてて今日集まってる人って本当に普段からストレス溜まってるんだ、そうもう絶対エモいこととかせえへん、そうやな、そうもう目を細めたり吐息混じりの歌声とか絶対せえへん、吐息混じり嫌やろ、言えてないやろ、うん、わちゃちゃもエモい曲歌わせてくれへん、ね、今日はせえへん、みんながねわちゃちゃあんま興味ない人も脳を知れ楽しめる作品してきてますので本当に楽しんでってください、よろしくお願いします。永瀬さん似てる、あんたもできてんなやめてよ、私の永瀬さん、ちょっと私の永瀬さんですけど、お前はないやん、一番気がついやわ。それでは聞いてください、ソクマクイーン、私の
ったなぁ。できてんな。めっちゃ好きやん。それでは皆さん、次は私たちに力を貸してください。借り物と勝利。ついてるから、あ、取ってから返そうって言ってんけど、あれどうした、うん、大阪市布施にあります。布施事務所です。事務所にあります。楽屋で話してそれ今じゃない。借り物と勝利、借り物の幸せいっぱいあるでしょうよ。借りパクしてしまいました。みんな借りパクしたらあかんよ。ということで絶不ツアーあるんで来てください。でも次の曲聞いてください。めっちゃ軽め。次の曲はみんなで一緒にジャンプする曲下の電子機器と
気をつけてくださいね。皆さんいっぱい一緒にジャンプしていきましょう。おしじゃん最後まで飛べるかな。トゥガラメの日々すっくり抜け出そう。制約ばかりなんてバックに泣き出した。音に乗ってるのに体が動かせない。自分に嘘をつくもんやだ。ごまかせない。隣の人に気をつけた。ぶつかったらちゃんと謝って、今すぐ全てさらけ出して準備を受けなさい。行くぞ。工場で勝負しようか。オーケー。どっちが永瀬さんに大きなガチ恋をくれるか。のぞみさん、ライバル2人は持ってる？うん。ここにいる会場全員やで。ガールは最後まで言えるかな。永瀬バージョンです。Yeah!
以上私たち。まあ終わらないよ。終わらない。終わらない。以上私たち。リポートちゃん。